皆さんこんばんは、スルベイです。もうちょっとね、今ね本当に空腹ではありますけれどね、断食挟みながら断食って言ったらいいのかな、まあ、断食みたいなことしながらね、どうにか遊んでおるところでございます、ね、前回も同じデッキでやりましたけれど、今回もねこんな感じのデッキで遊んでいきたいと思います。しかし最近まあ暑くなりましたよね、なんだかんだ言ってね、うん、まあ梅雨の時期だって言うからこそね、いくらかまだいい方なんでしょうけど、これが本当に夏場になるとどれだけ暑くなるのかね、心配になりますよ、まあ、皆さんもね水分補給もそうですけれどね、もう本当に体にいい食べ物とかそういうのもね、食生活の中に取り入れていきますよね。まあ まあ、これからの時期だったらね、なんかつるって食べれるのもいいんですけれど、やっぱりなんかこう栄養も取れるのがいいですよね、何かと、ね。まあ、最近私はなんかトマトジュースかな、まあ、ああいうのにハマってましてね、あんまりドロドロしたトマトジュースは飲めないんですけれどね、会社の方でね販売されてた、ね、トマトジュースね、リンゴが入ってるんです。リンゴ入りのなんかトマトジュースっていうかな、結構サラサラしたの感じで飲みやすいのがあってね、まあ、私あんまりなんかトマトの強い味のは、ね、得意じゃないんですけれども、そのトマトジュースだったら飲めました。まあそうやってなんかね、まあ塩分、あれ何気に塩分も取れますからね、結構これからの時期に、ね、何かと助けになってくれることも多いと思うんですよね。普段あまり飲まないタイプの飲み物だからこそちょっと飲んでいこうかなと思ってます。なかなか連鎖にならないですね、うん、つい最近電撃エコロダンのクエスト遊んだ後でね、一食増えるとやっぱり消えないなというのが最初の印象です。容赦ない今改めて思ったけど容赦ない今のは容赦ないわ。結構ダメージ大きかったからね。4つ目ね、じゃあサタンさんと、まあ、こんな感じで順調に進んである。まあここで集まったね、うん、パプリス君とかホタルイカさんとかのカードについてはね、まあ動画終わった後でも動画の裏の方でもいいんですけれど、まあ、混ぜ混ぜに使います。できればそこで一潮さん当たってくれたらね、一番大きいんですけれど、うん、ハビラさん出てきたけど一潮さんまだ出てこない。まあ、まだ他にもねマジカルウォールとかそういうカードも出てきてないキャラはいるんですけれど、今優先してほしいカードっていうのがこの潮祭なんですよね。あ、よかった、使ってこんかった、運が良かったな。三属性以上のだからね、こういう時のだな、全部使おう。で夏エリさんで、うん、盤面変えましょう、強制的に。ちょっと3色揃わないもん、これで揃う内容だったらいいんだよね。さっきと一緒、
これでそった。まあ連鎖の種もこうやってね、裏を取ることもできるんですよね。まあ、同時消し狙う盤面だったらそういうのを狙うとかね、まあ、こういうミッションが絡むときはそれも作戦のうちって言いますかね。別になんかこう順番通り消すばっかりが連鎖の種でもない。ただ封印が嫌ですね。大神官さんの子も封印はかかるからね。この子にかかってしまったらもうアウトですね。もうこの子と、まあ何かしらなんかこう、ね、キーカードになる子の、ね、キーカードになる子封印されたらもうちょっとそのターンで仕留めることできないからね。たくさん消えたね、珍しい。ここ最近だったらなんか連鎖、ここまで連鎖になったことの方が珍しい。やっぱ謎リスト増やすっていうのはいいですね。夏エリさんがそうですけど、今謎リスト増やしてくれるのがこの夏エリさんのリーダースキルですから、ね、作った甲斐があります。どうかな、別回ルートいけるかな。別海ルートでよかった。いや同じ形でも別海ルートの別海ルートで不正解っていうのもあるからね。結構博打なんですよ、あの問題。というより正規ルートのねクリアの仕方がわからない。どうなぞったら正規ルート通りのあれなのかわからないから、それでやってます。まあ電撃の効果残るはず。まあもう一つね、夏エリさんのスキルそのままにしてる理由っていうのもあるんですよね。 20% 軽減する効果っていうのがあるじゃないですか。下の方の説明ちょっと小さいです。このターン味方全体が受けるダメージを 20% 軽減、フィールド上の特定の2箇所の色ぷよチャンスぷよっていう2つの効果があるんです。そのうちねダメージカットの 20% の方ね、まあ、ハートボックス1つ、まあ、消したらっていうのがあるのでね。あ、そうだ、今の説明はね別の子の話とか、ごめんね、ちょっと今の話忘れてください。今のはプリンプタウンのレムレスさんだったら通用する話なんですけどね、ちょっと夏エリさんでは通用しない話だった。ずっとなんかこうスキルをマックスにしとけば、まあ、この子だったら 45% 最大 45% カットとかあるじゃないですか。あ、この子か。なのでまあそういう意味で、そういう狙いでスキル常時マックスにしとくっていうのも作戦といえば作戦ですかね。まあ、こういうクロスアビリティ効果持つ子がデッキにいるんであればね、あえてスキルすぐに発動せずに、ね、マックス状態にしとけば、まあ、うん、ダメージカットの方の恩恵が得られるっていうのもあるから。まあ、やっぱり慣れないこと話すのは良くないですね。こうやってなんか、ね、たまに分からないこと話してしまうことある。まあ、私の悪いところです。まあ、まだまとまってる話ならね、いくらか頭の中でまとまってることならね、伝えられるんですけれどね、まとめる準備ができてない段階とかでね、とっさに言おうとすると今みたいになる。今のもラッキーだった。で、敵の動きも吹いてくれる。
これでいいかい？緑、赤、青、うん、よし、クリア。お、やった、新動物シリーズゲット。まあ、まさかここで手に入ると思わなかったけどね。まあ、しかも手に入れてなかった子だ。チラビットさんだ。新動物シリーズ。いや、嬉しいね。かなり激レアですよ、そのカード。うん、いや、このね、冒険クエとか裏冒険クエで出てくるステージこそあるんですけどね、本当に激レアなんですよ。めったことは出てこない。新動物シリーズ。これで4種類揃いましたよ。まあ、耳が長いウサギさんです。まあ、なんか星6になった途端にまたなんか耳が大きくなったような気がしますけどね。なんだろう、遠近法かな。なんか妙に耳が大きくなったような気がする、4の時に比べたら。でもこのね、初回報酬のね、石がもらえなくなるって思うと、なんか、ちょっと寂しいというかね。まあまあ、本当にね、石リセット来てほしいんですけどね。今の環境だったら、なおさらそう思うとこでしょう。まあ、ガチャパワーのある時代ですからね。今はガチャパワーの時代ですから。そうなると、何かと石って必要なんですよ。育成の方に回すもいいですけど。よし、ちょっと失礼します。よし、いや、ちょっと座席のね、位置変えてました。バランスが取れなかったけど。すみません、ちょっと動画区切ります。4つ。あ、それか、わかった。緑赤の組み合わせだった、上の方。その緑赤で、ね、緑赤がね、上の方に2つ並んでるところあるんです。それ全部です、今のパターンだと。とっさに出てこなかった。あ、違う、逆ね。そうそう、もうでも大事に考えてよかった。ここはもうカウンターしましょう。だってダメージ半端なかったもんね。大神官さんいなかったら壊滅の危機だったんですよ。これぐらいされてもおかしくないんですよ。まあ、現に一番先頭の子になかなか落ちなかったですね。
さあ終わったら食事が待ってますからね、私は外食が待ってますからね早いところ終わらせたいけどね、終わらせたいというかまあ、ね、裏冒険クエ全制覇したいですけどね。そうそう、もうね、ね、こっちの方でも忍耐レースで、現実世界ではまあ空腹に、ね、空腹の方を、ね、紛らわせる方での忍耐レース。で、さっき解けなかったこれです。今の。下の方のね、下の真ん中のところでなんかね、台形みたいになってる場合があるんですよ。その場合はなんか3パターンぐらい答えのじゃないか。一応考えられる答えっていうのが3パターンぐらいあってですね。そのうちの一つがそれです。まあ、あとテトリスのとかもあります。テトリスのみたいな形のやつとかもありますけど。あ、封印か。しかも大神官さんとか、あ、一番嫌なパターンじゃん。だったらこうする。うん。だったらこうします。リングレさんいてよかったね。まあ、少なくともその、封印の解ける間まではまあバシノギじゃないけど、まあターンを伸ばしていく。その間にスピードを消して、まあ、加速狙っときましょうかね。まあ倒さんように、ね、ダメージも上がっていくからな。こういう時に事故起こってね、電車が立て続けになんてことになると恐ろしいんですよ。まあ、とりあえず消しますけどね、まあ、3体いるから心配ないと思いますけどね、まだ。そのダメージならまあ心配ないか。これでちょっと、うん、ずらした、ね、相手がこ、あ、違う、こっちが封印になってるターンと全く同じだったからね、ちょっと時間差みたいなことやったの。2ターン分ぐらいまあずれるじゃないか。そこで発動した。でサタンさんのリーダースキルにね、状態異常を使った場合にスキルの効果ターン一旦伸ばすっていうのがあるんですよ。それでさっき4ターンになる。本来だったら、ね、本来だったら3ターンですけど、さっきの場合ね、クイズサタンさんのスキルで一旦伸びて4ターン。さてどう消すか。あ、これも揃うね、これで。なんならもうここで紫揃えてない。もったいない。倒せなかった場合っていうのもある。新動物シリーズは そう簡単に出てこないですからね。さっきあのレモンキーさんいましたけど、あ、一番最後のステージ来ました。ここですね、問題なのは。ほら、5色同時消しですもん。8連鎖以上はどうにかなるにしても、ね、まあ連鎖の種入れてることと大連鎖チャンスの問題次第では10連鎖狙えるから、8連鎖はなんとか、ね、で一度も戦闘不能にならずにもここでは厄介です。で最後ちょっと盤面変えますね。あの5色はさすがに消しきれないから、ね、謎りでどうにか消しきれるかって言ったら、まあ、まず難しいよ。ここでゆえさん入れよう、ね、月って書いてゆえさん。あ、そうそう、これで余計な条件つけてるから出てこない。ゆえさんといったら2人いますけどね、こっちの子もゆえさん。まあ、私は原作を知らないのでね、でもなんか何気にね、何気なくゆえさんでちょっと検索する時があったんです。そしたらこの子が一緒に出てきたので、その時覚えました。まああんまり変えてない感じはしますけどね、デッキの方はね。できればアルカーさんがいいな、2連鎖回復あるから。まあ条件、そうね、条件として見るんだったらね、頑張ろうね、プラスがあるかな。 そのために
そのために私あえてスキルの方でね検索かけられるようにしてるんです。で上の方でこれがあるんですね。今文字変わってますけど、LS がリーダースキルで、スキルの方はスキルの内容が出ます。で頑張ろうねプラスじゃないといけないから、ね、それをちょっと検索するためにあえてねプラスついてるかどうかで見てる、ね。まあ、このユナさんって人が持ってるのがそのね今回の条件にかなった。でこれプラスついてなかったら、ね、色ぷよをすべて青ぷよに変えるのと、直後に落ちてくる色ぷよを青ぷよ黄色ぷよに変えるってあるじゃないですか。5色じゃないんですよ。5色に変えるスキルじゃないので、まあ、そういうこともあってこのプラスじゃないといけないですね。まあこればっかりは特訓スキルで取るしかないんです、ね、特訓スキルで取りましょう。あれなんか違う声だ。じゃあこの人から借りよう。うん、いやこれで間違うと大変なことになるからね。よしよし、今度は大丈夫。でまあそうだな、うん、それでとどめ刺すとしても、まあゆえさんのスキルの発動のタイミングが重要です。体力面はまあ補強してるのでね、そこはいくらか安心できると思いますけれど、なんならまあここに、まあ、ゆえさん落とされたらちょっと壊滅の危機だからね。まあそこにシエルさん入れよう。よし、これで、ね、まあ万一のことあっても一応復活はできる。そう、ここの要はちょっとゆえさんと、ね、その、まあゆえさんのスキルが、ね、伴ってない間はこの子のバリアスキルも重要な。よし、こんなところでしょう。条件は一応成り立てます。であとね、アルカーさんはリーダースキルに2連鎖回復あるじゃないですか。なのでスキルとの噛み合わせがすごくいいんですよ。ラフショルさんとかだったら5色揃えないといけないんですよね、リーダースキル。まあ同じ5色のね全消しスキルは持ってるんですけれど、リーダースキルの方でねちょっと噛み合わせっていうか、その時の盤面の内容を選ぶっていう要素が強いのでね、それだったらなんかこうアルカーさんがいいかな。それ以外だったら涼しげなレムレスさんもまあラフィソルさんと同じようなリーダースキルだったし、緑のハリドラさんについても、うん、まあまあ条件は満たしやすいかもしれないけれど、こう8つ以上消さないとその倍率、攻撃倍率に反映されませんよっていうスキルだから条件選ぶんですよ。で、赤だったら、うん、赤だったら、まあ、あの人ね、赤付きのドラウド三世さんね、がいますけれど、そちらもちょっと色が、うん、赤と紫だっけ、確か。赤と紫の両方の条件を満たしてるカードに 5.2 倍とかそういうのがあったんですよね。こうやって見るとアルカーさんがいかに安定してるかよくわかるでしょ。で色で見たときにアルカーさんがその辺安定してるんです。で 色やタイプ問わないで倍率かかるし、ね、その上で2連鎖回復まであるからね、まあ、できることが大きい。まあ、私もサポートでよく見かけますけれど、まあ、その理由はよく頷けますもんね。ここまで条件の整ったカードもなかなかないな。初期の頃は私とにかくアルカーさんは作ろうと思ってたくらいだからね。うん、ブルーローズ&ゴールデンダイアンさんの存在がもしなかったら、もうそちらをまず優先してたと思うんです。残念ながらちょっと私は、うん、その子たちの育成の方を重視しないといけなかったからアルカーさん後になっちゃったけどね。一応色立てというかね、全反射だから、ね、どの色でも反射してくれるっていうのがこの子の強み。まあ、こればかりはこの子にしかできない状況かもしれない。まあ手塚さんもね似たようなスキルは持ってるんですけれど、紫のカード限定なんですよね。紫のカード限定で全反射みたいなとこあるからね。
ベースとなるデッキが紫じゃなきゃいけなくなる。そもそもこのキャラクター持ってない。まあそういう意味じゃこの子は幅広いですよ。味方全体が相手の属性攻撃を15倍に跳ね返す。まあ跳ね返したダメージについてはまあビビたるものかもしれないけれどね、自分たちに被害が受けない、及ばないということが重要です。あまり大きいダメージだから自分たちにその被害が及ばなかったらね、そういういくらか危機を回避できますよというそういうスキル。まあ、反射が本当に生きてくるのはトコトンの塔の高階層の方だね。トコトンの塔の51階以上のステージらしいのでね、まあ、そっちの方はもうダメージが大きいらしいの。一気に沈めてくるぐらいの火力出してくるらしいので、ね、あとおまけに相手も硬いです。本当に硬いですね、最後だから、なおさら。反射。で、この子を狙おう。とにかく硬いから。いや、今までの戦いでもそうでしたけど、やっぱり硬かったもんね。その子だけ。まあ、少なくともその子についてはもうスキルレベルマックスになるだけの枚数揃ってると思う。まあ、怒りだから、あ、ね、結構耐えるでしょ。うん、いや、来た。あ、そうか、エンハンスキャラ入れてなかったから硬かったダメージが入ったんだな。なるほどね。まあその代わりに、うん、クリープレムレスさんの相手の受けるダメージアップがあるんだけどね、うん、登山出てこなかった。で 今どこまでいった。今7分の5。でもうちょっとそのレムレスさんは待ってます。よし、いいとこにチャンスプレー作ってくれた。ヒルまだ溜まってない。あ、でも減らさなきゃいかんから結局。2万ダメージで大体沈められてるんですよね。で他の子も大体似たような攻撃する。で、この時重要なのがね、相手のこの行動ターンです。今1になってる子を優先して倒した方が、まあ紫倒したらその後の、ね、その後狙うのがまあ大体赤色になってくるじゃないですか。先頭の子になってくるじゃないですか。バリアも反射もあるからな。ここで事故でも起こったらっていうのがあるから怖い。まあ、使うか。で、その上で加速もしとく。で、今ので童話の効果も乗ったの。全然消えなかった。色消したい時に限って消えない。
さすがにこれで進められるんでしょうね。さすがに無理。あ、もうちょっと。だろうね。ちょっと怖いな。いや、最後は本当に怖いんですよ。お、よかった。でこういう時に限って黄色が来ないんだな。チャンス数を増やせるか、仕方ない。まあ、とりあえず数減らさないとね、まず。まあ、間違っても今サターさん使っちゃいかん。うん、電撃になるから間違って倒しかねえ。5色でとどめてるのが条件。まあ、レムレスさんのスキルでいくらか与えるダメージも上がってるけど、よし、いいみたいになった。今のままだったらね、こうその相手の受けるダメージの、ね、エフェクトが出てないからね。よし、ここで消してくれるとこもある。とりあえずそのレムレスさんのスキルは使わないといけないね。その上でアルカーさん。できればこれ倒したいけど、その子。よっしゃ。よしよし。まあ、念には念を押してね。よかった。それがあったのは忘れた。またこの問題が、どうだろう。これで条件満たしたはずなんだよね。でもこういうカードでもないと5色は難しいと思うな。おーし、きた。5色同時消し。これが一番条件として難しかったのよ。エピローグね、まあね、そのクエストのね、まあ、ストーリーのクエストになるので、これはまあ最後に、ね、次回というか、次の動画に、時に最初からまあ見ましょう。まあ、裏冒険クエストのここまで進めた人もどのぐらいいらっしゃるかわからないですけど。さて、それではね、まあ、これによってゲイニッツのキャラクターの方でもね、すべてのクエストをね、制覇することができました。そして、それはね、同時に、この、ね、冒険クエとか裏冒険クエで通じるお話なんですけれど、石を集めるっていう術がなくなってしまったことも意味します。まあ、そういう意味ではちょっと名残惜しいところもありますけれどね。まあ、皆さんも冒険クエとか裏冒険クエね、残ってる人たちはね、残ってる人たちに伝えておきますけれどね、まあ、どういうタイミングで、ね、次回また初回石のリセット来るかっていうのもわからないのでね、ある程度は進めておいた方がいいと思います。うん、ある程度はね。まあ、それでは動画を切らせていただきます。で、次回は、この裏冒険クエのね、ストーリーの方をね、見ていきましょう。でもそんな長くないと思います。メインストーリーとかの方がもっと長いからね。それでは。